見だ。直ちに帰還せよ。さっきの UFO が気になる。アナライザー、反応がありました。左35度、距離3マイル。そうか、よし行くぞ。でも古代君、帰還命令が。こちら古代、コスモライト発見。直ちに採掘に向かう。以上。古代さん、直ちに帰還してください。古代さん、古代さん、古代さん。艦長、古代さんは通信を切りました。これです。これがコスモナイト。とにかく地球切り取って帰りましょう。アナライザー、早くね。あなたのためなら。しかし、ここはまるで工事場みたいだ。切り取った跡がある。コスモナイトと言っていて。何？コスモナイト？そうか。コスモナイトはエネルギー伝導管に使う宇宙合金だ。どうやらヤマトは故障を起こしてるな。コスモナイトの採取を阻止しろ。ところで人数は何人だ？男が1名、女が1名、それにロボット1体です。それはいい。敵を知る上でいいサンプルになる。捕虜にしろ。正体不明の車が近づきつつあります。何？宇宙戦車だ。レーダー反応が消えました。何かあった模様です。方角は？逃げろ、あの岩陰だ。死なない程度に傷つけるんだ。だから言ったじゃないですか、早く帰ればよかった。うるさい、お前は森君を守ってろ。バカめ、コスモガンなどでこの宇宙戦車が相手になると思っている。このままじゃダメだ。岩陰の男を狙え。こっちはあの女とロボットを狙え。悪く思うなよ。危ない！
なんだこいつは。すごいな。森さんのためなら。え？つばくかんサルマ。翻訳しますと、みんな向こうの戦車に乗れと言ってます。ルマク観察馬。チキショウ。あ、艦長、救助信号です。アナライザーのものです。スラップナテハク観察。あ、消えました。発信地点が分かりました。タイタン X35 度、 Y30 度、 Z65 度の方向です。スバルマル、コスモガン。危険です。いや、やってみる。アナライザー、お前は森君を構え。いいところにコスモガンが落ちていた。だが一体誰のだろう。守る、兄さんの名前だ。兄さんのコスモガンだ。兄さんの船だ、兄さんの。地球のことをよろしくお願いします。死ぬなよ、古代。Thank you.
この仇はきっと僕が。全艇収納完了しました。コスモナイトによるエネルギー伝導管の補修終わりました。うん、島、船を立て直してみろ。はい。エンジン良好。航行に入ります。いや、真田さんのおかげですよ。いや、森君たちのおかげさ。いや、私のおかげです。ヤマトを軌道に戻せ、全速前進。はい。古代が戻ったら、艦長室へ呼べ。怒っとる、古代の命令違反に。しかし、そのおかげでコスモナイトが手に入ったんですよ。そりゃそうだが。おお、どうだ、怪我はないか。コスモナイト、ありがとうな。古代君が守ってくれたおかげで取れたのよ。じゃが古代、艦長が呼んでおる。古代、命令無視のことかもしれないぞ。あ、分かった、行ってくる。古代進む、入ります。報告をしろ、雪風の。はい。タイタンに不時着したと思われる地球防衛軍日本艦隊駆逐艦雪風に生存者はなく。生存者はなくか。古代。地球を雪風のようにはしたくないな。はい。コスモナイトで修理を果たした宇宙戦艦ヤマトは土星を出発した。地球を経ってすでに5日が過ぎていた。地球に待つ人類はガミラスの放射能によって刻々と蝕まれつつある。急げヤマトよ、29万6千光年の旅を。人類絶滅の日まではあと359日しかない。人類絶滅の日まではあと359日しかない。